こんばんは、ニニニットです。こちら、ずいぶん前にもう見ごろが出来上がって、あと裾のね、あのかぎ針での、縁の処理だけだったんですけれども、今日はそれをのんびりとやって、あとくるみボタンを押して、こんなちょっとお花がしょぼいです、あ、花びらがしょぼいですけれども、これにあのループを、このループをかけてね、しようと思ったらちょっと、はい、位置的におかしいので、後ろにボタンをつけて、後ろでこのループを、よいしょ、こうやって止めてあげることにしました。こんな感じです。ちょっと私大きいんで、トルソーさんにはでかいですけど、まあ花火、あのお花のモチーフ、あ、お花じゃない、葉っぱのモチーフとお花ということで、これね、とても着やすいです。ゆったりとして、ショートベストが完成しました。色がカメラだと分かんないですね。レモン色なんですよ。ちょっとベージュみたいに写ってるように思いますが、まあこんな感じで仕上げました。はい、それからこれ、ハンチング棒です。これも手編みですが、棒針で、今度は帽子で白髪隠すかって思われるんじゃないでしょうか。そうではありません。髪染めましたが、これあの息子にね、頼まれて編んだハンチング帽がですね、あの結局上の部分は普通のあのキャップでね、4等分にした、でここだけ平たくつけただけだったので、まあそれでも気に入って使ってくれてたんですけれども、もうね、あの YouTube でほら、髪染めたでしょ。染めましたよトークしたくて染めました。こうね、またこのいずれあの編み機でやってみたいと思うんですけどね、こういう風にハンチング棒って、本来はね、でこの辺りからあの編み分けで目を減らしてます。でこのこう引き返し編みですよね、これでこういう形を両サイド編んで、それからこうやってダブルにして、このブリムの部分はガーターにしました。あとは全部ソーメリアスでね、あの5段ほど一目ゴム編みしたんですけど、うわこれ大きいやと思ったんですよ。だから編み直しだなと思ったんだけど、試しにあのこういうあの細い紙を結ぶためのゴム編みありますよね、それをこの、一目ゴム編み止めをしたところに通して縛ってみたら、なんかいい感じになってですね、息子も気に入ったようです。私は帽子が似合いませんが、息子にはとても似合います。こういうのもやってました。これもね、あの朝のコーヒータイムにちょこ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 少しずつやってたのを、今日は一気に仕上げたっていう感じなんですけれども、出来上がりました、ハンチング帽です。で今日聞いていただきたいのはですね、最近の私のまあ過ごし方というか、状況というか、まあ何しろ情緒不安定な毎日をずっと送ってました。で、あの詳しいことはね、またいずれお話ししますけれども、実はあの4月の12日まあくしくもあの母の母親、私 の、 あの母方のおばあちゃんですね、が42歳という若さで亡くなった、あの正月命日ではないですけど、命日の日にちょっと母 の、 あの重大な病気が分かりましてですね、でえあのそこからもうあのまあでも幸運に幸運が重なって87歳という3月の生まれで87を迎えましたけれども、87歳という
高齢にもかかわらず、本当にラッキーな状況で完全に根治術っていう、そうですね、完全に治すことのできる手術が可能な状況だったんですね。でもう12日から大きい病院に紹介状をもらって行って、3日後ぐらいですか、行って、で4月の3日が手術と決まって、で2日入院ということになったんですけれども、まあまずはもうその手術の日まではやっぱり気が張ってるんでね、結構手術の日までは母も家にいて、手術を前に、やっぱり戦中戦後を生き抜いてきた世代っていうのは強いですね。入院する前にあれを植えちょかんにゃいけん、これを植えちょかんにゃいけんって言っていろんな野菜を植えたり、あれはもう全部引き上げちょかんにゃいけんとかって言って毎日毎日畑仕事してましたけれども、で、私は気が張ってたんで、手術まではなんとか、自分を保ててたんですけれども、ただですね、やっぱりなんかこう、なんていうんですかね、何かこう、やっぱりね、先生はもう絶対大丈夫だから安心してくださいって、手術もね、もう本当に少しの傷でこう腹腔鏡っていうんですか、モニター見ながらやる、後の痛み等々のない楽な手術だからっていうことで、そういうふうに言われてもね、やっぱり何て言うんですかね、どこかこう気の張りでこう自分を保ててはいるけど、何かしらね、こうメルカリさんなんかでね、ちょこ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 まあ安い買い物ですけど、ちょこ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 何か注文して、毎日のように何か届いてましたね、その間はね。で手術が終わって、もう手術は本当に幸いありがたいことに予定通りの時間内で、問題なく終わったんですけれども、で ICU 集中治療室に2日間って言われてたのも、もう翌日には一般病棟に移動っていうことでね、慌てて荷物を持って行ったんですがで、まあそこからなんですよね。もうほっとして、手術のが終わった日はもう4時前とかには帰ってきたんですけれども、もうずっと続いてた緊張がこうほどけて、もう一気に疲れが出ましてねもうすぐ横になって、で、気がついたら朝でした、翌日の。でもう本当にこんこんと眠ったっていう感じだったんですが、そのおかげで疲れはね取れたんですけれども、そこからまず一つには術後にね、ICU から出るっていう時に特別に5分だけ会わせてもらえただけで、まあ今のこのコロナの影響で面会は禁止ということで、もうじっとしてるのが嫌いで寂しがり屋の母の面会に行ってあげることもできない、もう、好きなお菓子をね届けたりって言っても、私はもう運転して出かけていくっていう風なこともできなくて、夫に頼んだりとかそんな感じでしてたんですけれども、もう本当にもう落ち着かなくてですね、もうそわ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 、じっとしていられないっていうかね、
といってね、やらなきゃいけないことは、やることはいくらだってあるんだけども、もう今自分がこう一番大切にしてるっていうか、一番夢中になってるこのニニニットのね、 YouTube の動画に関わることしかできないんですよ。それでもうスタジオ、ここの撮影ブースをもう あれをこうやってみたり、これをああやってみたりって、こうちょこ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 ね、もう朝のコーヒーを飲みながらちょっとゆっくりする時間以外はもうずっと延々とそれが止まらなくてですね、でもう本当に情緒不安定もう物も食事も取りたくないんですね。でかろうじて夕食はね、薬も飲まないといけないしと思って食べてましたけど、夕食食べるたびに、ああ今日私朝から物を口にするのこれが初めてだな、まあ水分は取ってましたけど、まあ、結局その膀胱炎になったのも、その母の病気が分かったその日だったんですよね。もうその日に母を病院から連れて帰って、もうその急性膀胱炎の症状を一回去年やったんで、うわまた膀胱炎だと思って、もう取って返して専門の病院に行ってっていう感じだったんですけれども、でまあ母の手術が終わってからはもうね、歯茎がこっちとこっちと代わり番子に腫れて痛くなるんですよね。なってたんです、昨日まではね。それでとにかくこういろいろこう収納を変えてみたり、そういうことがもうずっと延々と止まらなくてですね、あとは動画を撮ることと、でもうこれだけねずっと食費の節約を楽しくやってたのが、もう夕食も作れないような状況で、もう夫はこうね様子見てて、疲れてて作れないだろうなって思うみたいで、気づいたら買ってきてくれてたりとかして、そうですね、5日か何日間かは夕食も作りませんでしたね。昨日何日かぶりに作って、まあ今日も作りましたけど、で昨日もうね、ああこれは本当にまずい、私の場合この気分の波がすごく一番大きい、この波を小さくするのが一番大きい課題なので、うわもうここの状態ね、ハイテンションな状態でもうこれはまずいと思って、で実はですね、ニニニットの、皆さんの、まあ、公式アカウントのねお友達登録してくださってる方たちの作品の公開第1弾っていうのをやりましたよね。そのチームの中のお一人に、精神科の看護師さんがいらっしゃるんですよ。でしかも、入院の入院病棟の臨床の看護師さんだから、よく夜勤なんかもあるみたいなんですけど、でその人に昨日はね、もうほんとこれまずいな、もうこんなこと続けてたらまたこうガクーンとね、またつらい鬱が来るなとか思って、でこんな状況なんだって LINE で相談というか書いたんですよね。そしたらもう本当にやっぱりまあ、それがこれまで初めてではない3回目ぐらいなんですけれども、いつもね専門家
あの専門家はやっぱり違う、あの頼りになるようなんて書くと、いや専門家としてじゃなくて友達としてのアドバイスだよみたいな感じで、本当にあのこうそうやって言ってくれるんですけれども、まあとにかくあの落ち着く、あの落ち着けって、落ち着けって、もうね、こう自分でまずいって気づくだけでも立派だよって、何かね、何でもいいから気持ちが落ち着くことをするといいよっていう風なねアドバイスをしてくれたんですね。それでね、今日はこうやって、なんかこう手編みってね、やっぱりこう静かにこう手編みのペースっていうのがあるじゃないですか。こう気持ちがこうね、こう黙々とこう一つの作業をこう繰り返していくんで、気分がだこうとってもこう落ち着いてきますよね。でもね、本当にね、自分がこうそわ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 して、以前入院ストレスケア病棟っていうところに入院してた時に聞いたことありますけど、看護師さんに、そういう状態を赤指示屋とかっていうらしいんだけど、まさにそんな状態で、だからね、運転も怖いとかなんとかっていうんじゃないんですけど、もう出かけなきゃいけない用事予定がいろいろあるのに、もうなんか運転が嫌だったんですよね。で出かけるのも嫌だったんですよね。でとにかくこっちのことをこの、ニニニット の、 チャンネルに関わることしかできない状態、もうやめられない、止まらない状態になっちゃってて、でも昨日はまあさすがにね、ちょっといろいろ用事もあって、でももう一人で出かけるのはちょっと嫌だったので、出るついでに買い出しもするから、荷物持ちに付き合ってって言って、ちょうど弟も来てたので、息子と弟に一緒に行ってもらって、で、まあ、買い出しもしたから昨日はお料理もできたっていう感じなんですけれども、まあこうやってね、ほったらかしにしてた自分のベストも、まあ、ベストはすぐですけどね、裾をただかぎ針で縁編みして、あんなくるみボタン作ってみたいな感じだけど、これもね完成させてっていう感じで、それでとっても気分が落ち着きました。でなんて言ってもやっぱりね、よくこうそういう気分障害とかね、そういうことの知識の深い人に、こう聞いてもらうだけでもこうとっても安心するものなんだなと思ってね。でましてやそのアドバイスがやっぱり そのアドバイスの通りにね、あ今日ちょっと手編みしようとかと思ってこう黙々とやってて、だからちょっとこうちょっと人とね、人にこう送るお約束をしてたことなん約束なんかもちょっと守れなくて、気づいたらあもうこんな時間はもう間に合わないっていう感じで、明日に発送が持ち越しになっちゃったりなんかしちゃって申し訳なかったんですけれども、まあでもおかげでこうとっても落ち着いてですね、やっとで不思議なものでね、こう自分の気分が落ち着くと、いろんなこと、やっぱり物をこなすペースがゆっくりになるので、ここもちょっと今日2箇所ぐらいちょっとね考えてた収納をやったんですけど、もう昨日までみたいなドタバタ、いやこれダメこれや、いややっぱりこうしようとかって、もうそういうドタバタうわーっていう感じではなくて、落ち着いて
さっさと、あ、これいいじゃないっていう感じでね、さっさと片付いて、よしっていう感じでね、楽しくできました。もうね、本当にね、で、今日はちゃんと朝もお昼も食べましたしね。だからご心配かけましたが、おかげさまで、またのんびり落ち着いた私に戻れました。で、髪も染めてね、気分もなんかすごかったですよね。重機の整備とかいろいろやってた時なんか、ちらっとここなんかが映ると真っ白だったでしょ。もう、うわすごーとかって自分で思ってたんですけど、でも髪染めるとか、もう体はね、気持ち悪いから洗うにしても、髪洗うのももうできない状態でしたから、ここ何日かね、そういう状態になってからですけど、まあね、やっぱり、兄貴も楽しいけど、そういう何かこう自分がすごくこうね、なんて言うんですか、こう落ち着かないとか、こう不安定ってとかっていう時に、手編みっていうのはありがたいですね。こうゆっくりゆっくりね、一目一目こうやって黙々と、これなんかね、模様編み、まあここブリムはガーターですけど、あと全部ソーメリアスと、あとここ縁の一目ゴム編みと。でもこう模様編むのと違って、もうなんかこう無心になってね、のんびりとやってましたね。で、完成して息子がかぶったらとってもよく似合って嬉しかったです。これね、YouTube でね、ハンチング帽で調べたら、英語でも入れてみたら、英語圏の方ですね、英語を喋っておられたけど、革でハンチング帽を作っておられたんですよ。それにね、型紙が写ったんですね。で、サイズとかわからないんだけど、もう自分の見当で、ああいう形で作るのかと思ってね。で、またいずれやりたいと思いますけれども、とても楽しかったです。ここなんかはね、結局この部分を編んでおいてから、ここはもう本当にね、10目ぐらいから始めて、母から教わった段から目を取るときは2目取って1目飛ばす、3目取って1目飛ばす、その2323で取ったらちょうどいいよっていうのでね、こう引き返し編みですよね。2323で中心から5目ずつ取っといて、で、こう来た時に、次は3だから3とか、次は2とかってこうね、やっていったら、こういうなんていうのかな、こういう形に、綺麗な形にこうなりますね。楽しかったです。で、まあね、本当にね、なんて言っても今ね、父もそうですけれども、父はね、もう西洋型の老人病院の方にずっといて、3月からだから、もう7か4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、3月じゃない、9月からだから10、11、12、1、2、3、もう7ヶ月ですよ。で、面会ができなくなったでしょ。で、母も手術したっていうのに会わせてもらえないでしょ。だから本当にね、
婦の悪い時になぁと思いますけど、でも父のところには2日に1回これももう全部夫に任せちゃってたんですけど、母がいつも沸かすようなやり方でのドクダミのブレンド茶ですね、それをポットに入れて2日に1回届けるんですけれども、それもただ受付に届けて、でもう1個のポットをもら受け取って帰ってくるっていうだけでね。でも父の窓際に面したベッドにいるんですけれども、その窓の前に大きい桜の木がありましてね、でその桜がもう綺麗に咲いてたんで、桜見えるだろうなとかとは、昨日かな、昨日ちょっと出たついでで、出たついでっていうか、会えないからね、もうお茶を届けるだけのために行くだけなんで、本当出たついでっていう感じなんですけど、お茶を届けに行って、で桜が咲いててね、あそこが病室だなと思って、起き上がってね窓の下を覗けるんだったら、パパパパなんて呼ぶんですけどそう起き上がることもできないしね、うん、本当に今回はいや母の強さと、それから自分のもろさと思い知ったかなっていう感じですね。もうね、長くて、だいたい10日ぐらいの入院だろうって言われてたので、今日で1週間なので、もう何日かでね、予定通りであれば、帰ってくると思うんですけれども、やっぱりね、私はもう不謹慎にね、手術する前は手術さえ無事終わればちょっとしばらくね、別にそんなに母と揉めるわけではないんだけど、まあそれなりにね、こう干渉されたり、いろいろこう全く何事もなくはないんですけど、まあ、出産うまくいけば、あとはもうなんかね、ちょっとしばらく母と距離を取って、面会もできませんしね、ちょっとリフレッシュかなとかって思ってたんですけど、とんでもなかったです、とんでもない、もうね、もうそわそわもう大変な状態でした。だからやっぱりね、何よりこう親がね長生きしてくれてるっていうことは本当にありがたいことだし、でまた一緒にねこうやって一つ屋根の下で暮らせるっていうこともありがたいことだし、やっぱり母の存在の大きさというかね、まあ父がねもうおそらく自宅に帰って一緒に暮らすってことはもうないんだなっていうのを受け入れるまでにも随分時間が3ヶ月ぐらいはかかりましたけど、この上にまた母がなんてなったらね、もう本当にたまらないなっていう感じだったので、早くにね親御さんを亡くされた方たちもおられるから、よくねもうもうなんて思って東京にいる年上のねお姉さんみたいな友達にこっちに越してきてからこう折り合いがつくまでの間にでね、
もう帰りたいとかって、東京に帰りたいなんて言って、こうなんだよなんだよなんて愚痴ってましたけど、たらその人がね、その人は、随分長いことお母さん、あの実のお母さんのね面倒を見て、あの見とったんですけれども、多分いくつぐらいの時なんだろう、随分お母さんが60代ぐらいの時でもお亡くなりになってるから、もうねハハハなんて笑って、あの一言ね、贅沢な悩みだねって言われました。それはあの親がね生きていてくれるからでの悩みだから、本当贅沢な悩みだよとかって言ってね、あの笑われちゃいましたけど、それ聞いて、ああ本当だね、そうだよねってその時も思ったんですけどね。もう本当にあの手術も無事成功しましたから、元の生活にあのちゃんと戻れるはずですよっていうことだったので、またね母が元気に畑仕事したりね、楽しくねワイワイ一緒に美味しいもの食べたりね、もう何日かでまたそういう日常が戻ってくると思います。そういうわけでね、もうね本当に今回は本当にね、もうあのもうくったくたになってるのにね、あのやめることができないっていう状態で、昔の私はそうだったんですけどね、でもそれがそういうことがなくなったからうつも影を潜めてたんですけれども、さすがにね今回はやっぱりあの答えましたね。なんか糸が出てるまあまたあの母のことにしても私のね、気分障害云々のことにしてもね、まあ、母についてはね本人のちょっと了解も得ないとだし、本当にねもう説明受けてあのもう鳥肌が立つぐらい、なんてラッキーなのっていう感じだったんです。だからあの夫も一緒にね説明聞いたんですけど、本人はもうあのいないところで聞いたんですけれども、夫がね、あの強情なだけじゃなくて、あの強運なんだね、まあ強運ね、強運なんですねって先生に言って、先生が笑っておられましたけど、で本当にそうですよって、あの強運っていう強情っていうのはね先生ご存じないけど、あの本当にそうです、本当に運がいいですっていう感じだったんでね、また、あのお話できるようなら、どれだけ母があのラッキーだったかっていうことをねご説明したいと思います。はい、そういうわけで、ようやくあのその駆け足状態からまたのんびりテクテク状態に戻れたので、また、のほほんと楽しく明るくやっていきたいと思います。以上です。はい、これ似合わないでしょう、帽子がね、これでもハンチング帽になってるでしょ。はい、これもね、このまた水引きのその手術前のあの毎日のように何か注文買ってた時にから水引きの違うの買ったんです。はい、以上です。おやすみなさい。はい、それからこれハンチング帽です。これも
手編みですが棒針で、今度は帽子で白髪隠すかって思われるんじゃないでしょうか。そうではありません。髪染めましたが、これ息子にね頼まれて編んだハンチング帽がですね、結局上の部分は普通のキャップでね4等分にした、でここだけ平たくつけただけだったので、まあそれでも気に入って使ってくれてたんですけれども、もうねYouTube でほら髪染めたでしょ。染めましたよトークしたくて染めました。こうねまたいずれ編み機でやってみたいと思うんですけどね、こういう風にハンチング帽って本来はね、でこの辺りから編み分けで目を減らしてます。でこのこう引き返し編みですよね、これでこういう形を両サイド編んで、それからこうやってダブルにして、このブリムの部分はガーターにしました。あとは全部ソーメリアスでね、5段ほど一目ゴム編みしたんですけど、うわこれ大きいやと思ったんですよ。だから編み直しだなと思ったんだけど、試しにこういう細い紙を結ぶためのゴム編みありますよね、それをこの、一目ゴム編み止めをしたところに通して縛ってみたら、なんかいい感じになってですね、息子も気に入ったようです。私は帽子が似合いませんが、息子にはとても似合います。こういうのもやってました。これもね朝のコーヒータイムにちょこちょこ少しずつやってたのを、今日は一気に仕上げたっていう感じなんですけれども、出来上がりました。ハンチング帽です。で今日聞いていただきたいのはですね、最近の私のまあ過ごし方というか状況というか、まあ何しろ情緒不安定な毎日をずっと送ってました。で詳しいことはねまたいずれお話ししますけれども、実は4月の12日まあくしくも母の母親、私 の, 母方のおばあちゃんですねが42歳という若さで亡くなった、小月命日ではないですけど命日の日にちょっと母 の, 重大な病気が分かりましてですね、で そこからもうまあでも幸運に幸運が重なって87歳という3月の終わりで87を迎えましたけれども、87歳という高齢にもかかわらず本当にラッキーな状況で完全にまあ根治術っていうそうですね、完全に治すことのできる手術が可能な状況だったんですね。でもう12日から大きい病院に紹介状をもらって行って、3日後ぐらいですか行って、で4月の3日が手術と決まって、で2日入院ということになったんですけれども、まあまずはもうその手術の日まではやっぱり気が張ってるんでね、結構手術の日までは、母も家にいて手術を前に、やっぱり戦中戦後を生き抜いてきた世代っていうのは強いですね。入院する前にあれを植えちょかんにゃいけん、これを植えちょかんにゃいけんって言っていろんな野菜を植えたり、あれはもう全部引き上げちょかんにゃいけんとかって言って毎日毎日畑仕事してましたけれども、でまあ私はまあ気が張ってたんで手術まではなんとか、自分を保ててたんですけれども、
ただですね、やっぱりなんかこう、なんていうんですかね、何かこう、やっぱりね、先生はもう絶対大丈夫だから安心してくださいって、手術もね、もう本当に少しの傷でこう、腹腔鏡っていうんですか、モニター見ながらやる、後の痛み等々のない楽な手術だからっていうことで、そういうふうに言われてもね、やっぱりなんていうんですかね、どこかこう気の張りでこう自分を保ててはいるけど、何かしらね、こうメルカリさんなんかでね、ちょこ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 、まあ安い買い物ですけど、ちょこ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 何か注文して、毎日のように何か届いてましたね、その間はね。で、手術が終わって、もう手術は本当に幸いありがたいことに、予定通りの時間内で、問題なく終わったんですけれども、で ICU 集中治療室に2日間って言われてたのも、もう翌日には一般病棟に移動っていうことでね、慌てて荷物を持って行ったんですが で、まあそこからなんですよね。もうほっとして、手術のが終わった日はもう4時前とかには帰ってきたんですけれども、もうずっと続いてた緊張がこうほどけて、もう一気に疲れが出ましてね もうすぐ横になって、で、気がついたら朝でした、翌日の。で、もう本当にこんこんと眠ったっていう感じだったんですが、そのおかげで疲れはね取れたんですけれども、そこからまず一つには、術後にね、ICU から出るっていう時に、特別に5分だけ会わせてもらえただけで、まあ今のこのコロナの影響で面会は禁止ということで、もうじっとしてるのが嫌いで寂しがり屋の母の面会に行ってあげることもできない、もう、好きなお菓子をね届けたりって言っても、私はもう運転して出かけていくっていうふうなこともできなくて、夫に頼んだりとか、そんな感じでしてたんですけれども、もう本当にもう落ち着かなくてですね、もうそわ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 、じっとしていられないっていうかね。と言ってね、やらなきゃいけないことは、やることはいくらだってあるんだけども、もう今自分がこう一番大切にしてるっていうか、一番夢中になってるこの22ニットのね、 YouTube の動画に関わることしかできないんですよ。それでもうスタジここの 撮影ブースをもう、あれをこうやってみたり、これをああやってみたりって、こうちょこ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 ね、もう朝のコーヒーを飲みながらちょっとゆっくりする時間以外はもうずっと延々と、それが止まらなくてですね。でもう本当に情緒不安定 もう物も食事も取りたくないんですね。で、かろうじて夕食はね、薬も飲まないといけないしと思って食べてましたけど、夕食食べるたびに、ああ今日私朝から物を口にするのこれが初めてだな、まあ水分は取ってましたけど、まあ、結局その膀胱炎になったのも、その母の病気が分かったその日だったんですよね。もうその日に母を病院から連れて帰って、もうその
急性膀胱炎の症状を一回去年やったんで、うわまた膀胱炎だと思って、もう取って返して専門の病院に行ってっていう感じだったんですけれども、でまあ母の手術が終わってからはもうね、歯茎がこっちとこっちと代わりばんこに腫れて痛くなるんですよね。なってたんです、昨日まではね。それでとにかくこういろいろこう収納を変えてみたり、そういうことがもうずっと延々と止まらなくてですね、あとは動画を撮ることと、でもうこれだけねずっと食費の節約を楽しくやってたのが、もう夕食も作れないような状況で、もう夫はこうね様子見てて疲れてて作れないだろうなって思うみたいで、気づいたら買ってきてくれてたりとかして、そうですね、5日か何日間かは夕食も作りませんでしたね。昨日何日かぶりに作って、まあ今日も作りましたけど、で昨日もうね、ああこれは本当にまずい、私の場合この気分の波がすごく一番大きい、この波を小さくするのが一番大きい課題なので、うわもうここの状態ね、ハイテンションな状態でもうこれはまずいと思って、で実はですね22ニットの、皆さんの、まあ、公式アカウントのねお友達登録してくださってる方たちの、作品の公開第1弾っていうのをやりましたよね。そのチームの中のお一人に、精神科の看護師さんがいらっしゃるんですよ。でしかも、入院の入院病棟の臨床の看護師さんだから、よく夜勤なんかもあるみたいなんですけど、でその人に昨日はね、もうほんとこれまずいな、もうこんなこと続けてたらまたこうガクーンとね、また辛い鬱が来るなとか思って、でこんな状況なんだって LINE で相談というか書いたんですよね。そしたらもう本当にやっぱりまあそれがこれまで初めてではない3回目ぐらいなんですけれども、いつもね専門家はやっぱり違う、頼りになるよなんて書くと、いや専門家としてじゃなくて友達としてのアドバイスだよみたいな感じで、本当にこうそうやって言ってくれるんですけれども、まあとにかく落ち着けって落ち着けってもうねこう自分でまずいって気づくだけでも立派だよって、何かね何でもいいから気持ちが落ち着くことをするといいよっていう風なねアドバイスをしてくれたんですね。それでね今日はこうやって、なんかこう手編みってねやっぱりこう静かにこう手編みのペースっていうのがあるじゃないですか。こう気持ちがこうねこう黙々とこう一つの作業をこう繰り返していくんで、気分がだこうとってもこう落ち着いてきますよね。でもね本当にね自分がこうそわ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 して、以前入院ストレスケア病棟っていうところに入院してた時に聞いたことありますけど、看護師さんにそういう状態を赤指示やとかっていうらしいんだけど、まさにそんな状態で、だからね運転も怖いとかなんとかっていうんじゃないんですけど、もう出かけなきゃいけない用事予定がいろいろあるのに、もう
なんか運転が嫌だったんですよね。で、出かけるのも嫌だったんですよね。で、とにかくこっちのこと、この、ニニニットの、あのチャンネルに関わることしかできない状態、もうあのやめられない、止まらない状態になっちゃってて、でも昨日はまあさすがにね、ちょっといろいろあの用事もあって、でももう一人で出かけるのはちょっとあの嫌だったので、あの出るついでに買い出しもするから、あの荷物持ちに付き合ってって言って、あのちょうど弟も来てたので、あの息子と弟に一緒に行ってもらって、で、まあ、買い出しもしたから昨日はあの料理もできたっていう感じなんですけれども、まあこうやってね、ほったらかしにしてた自分のベストも、まあ、ベストはすぐですけどね、裾をただあのかぎ針で縁編みして、あんなあのくるみボタン作ってみたいな感じだけど、これもね、完成させてっていう感じで、それでとっても気分が落ち着きました。で、なんて言ってもやっぱりね、よくこうそういう気分障害とかね、そういうことの知識の深い人に、こう聞いてもらうだけでもこうとっても安心するものなんだなと思ってね。で、ましてやそのアドバイスがやっぱり そのアドバイスの通りにね、あ、今日ちょっと手編みしようとかと思ってこう黙々とやってて、だからちょっとこうちょっと人とね、人にこう送るお約束をしてたあのことなん約束なんかもちょっと守れなくて、気づいたらあ、もうこの時間はもう間に合わないっていう感じで、明日に発送が持ち越しになっちゃったりなんかしちゃって申し訳なかったんですけれども、まあでもおかげでこうとっても落ち着いてですね、やっと。で、不思議なものでね、こう自分の気分が落ち着くと、いろんなこと、やっぱりものをこなすペースがゆっくりになるので、ここもちょっと今日2箇所ぐらいちょっとね、考えてた収納をやったんですけど、もう昨日までみたいなドタバタ、いやこれダメ、これや、いや、やっぱりこうしようとかって、もうそういうドタバタわーっていう感じではなくて、落ち着いてさっさとあ、これいいじゃないっていう感じでね、さっさと片付いてよしっていう感じでね、楽しくできました。もうね、本当にね、で、今日はちゃんと朝もお昼も食べましたしね、だからご心配かけましたが、おかげさまでまたのんびり落ち着いた私に戻れました。で、髪も染めてね、気分もなんかすごかったですよね。重機の整備とかいろいろやってた時なんか、ちらっとここなんかが映ると真っ白だったでしょ、もう、うわすごーとかって自分で思ってたんですけど、でも、髪染めるとか、もう体はね、気持ち悪いから洗うにしても、髪洗うのももうできない状態でしたから、ここ何日かね、そういう状態になってからですけど、まあね、やっぱり編み機も楽しいけど、そういう何かこう
自分がすごくこうね、こう、なんていうんですか、こう落ち着かないとか、こう不安定ってとかっていう時に手編みっていうのはありがたいですね。こうゆっくりゆっくりね、一目一目こうやって黙々と、これなんかね模様編み、まあここブリムはガーターですけど、あと全部ソーメリアスと、あとここ縁の一目ゴム編みと、でもこう模様編むのと違って、もうなんかこう無心になってね、のんびりとやってましたね。で完成して息子がかぶったらとってもよく似合って嬉しかったです。これね、YouTube でね、ハンチング帽で調べたら、まあ、英語でも入れてみたら、英語圏の方ですね、英語を喋っておられたけど、革でハンチング帽を作っておられたんですよ。それにね、型紙が写ったんですね。で、サイズとかわからないんだけど、もう自分の見当で、ああそう、ああいう形で作るのかと思ってね。で、またいずれやりたいと思いますけれども、とても楽しかったです。ここなんかはね、結局この部分を編んでおいてから、ここはもう本当にね、10目ぐらいから始めて、母から教わった段から目を取るときは2目取って1目飛ばす、3目取って1目飛ばす、その2323で取ったらちょうどいいよっていうのでね、こう引き返し編みですよね。2323で中心から5目ずつ取っといて、でこう来て、こう来た時に、次は3だから3とか、次は2とかってこうねやっていったら、こういうなんていうのかな、こういう形に、綺麗な形にこうなりますね。楽しかったです。で、まあね、本当にね、まあなんて言っても、今ね父もそうですけれども、父はねもう西洋型の老人病院の方にずっといて、3月からだからもう7か4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、3月じゃない、9月からだから10、11、12、1、2、3、4、もう7ヶ月ですよ。で、面会ができなくなったでしょ。で、母も手術したっていうのに会わせてもらえないでしょ。だから本当にね、負の悪い時になぁと思いますけど、でも父のところには2日に1回これももう全部夫に任せちゃってたんですけど、母がいつも沸かすようなやり方でのドクダミのブレンド茶ですね、それをポットに入れて2日に1回届けるんですけれども、それもただ受付に届けて、でもう1個のポットをもら受け取って帰ってくるっていうだけでね。でも父の窓際に面したベッドにいるんですけれども、その窓の前に大きい桜の木がありましてね、でその桜がもう綺麗に咲いてたんで、桜見えるだろうなとか、とは昨日かな、昨日ちょっと出たついでで、出たついでっていうか、会えないからね、もうお茶を届けるだけのために行くだけなんで、本当出たついでっていう感じなんですけど、お茶を届けに行って、で桜が咲いててね、あそこが病室だなと思って、起き上がってね、窓の下を覗けるんだったら、パパパパなんて呼ぶんですけど、そう、起き上がることもできないしね、
本当に今回は、いや、母の強さと、それから自分のもろさと思い知ったかなっていう感じですね。で、もうね、長くて、まあ、大体10日ぐらいの入院だろうって言われてたので、今日で1週間なので、もう何日かでね、予定通りであれば、帰ってくると思うんですけれども、やっぱりね、私はもう不謹慎にね、手術する前は手術さえ無事終わればちょっとしばらくね、別にそんなに母と揉めるわけではないんだけど、まあそれなりにね、こう干渉されたり、いろいろこう全く何事もなくはないんですけど、まあ、出産うまくいけば、あとはもうなんかね、ちょっとしばらく母と距離を取って、面会もできませんしね、ちょっとリフレッシュかなとかって思ってたんですけど、とんでもなかったです。とんでもない、もうね、もうそわ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 、もう大変な状態でした。だからやっぱりね、何よりこう親がね、長生きしてくれてるっていうことは本当にありがたいことだし、でまた一緒にね、こうやって一つ屋根の下で暮らせるっていうこともありがたいことだし、やっぱり母の存在の大きさというかね、まあ父がね、もうおそらく自宅に帰って一緒に暮らすってことはもうないんだなっていうのを受け入れるまでにも随分時間が、3ヶ月ぐらいはかかりましたけど、この上にまた母がなんてなったらね、もう本当にたまらないなっていう感じだったので、早くにね、親御さんを亡くされた方たちもおられるから、よくね、もうもうなんて思って東京にいる年上のね、お姉さんみたいな友達に、こっちに越してきてからこう折り合いがつくまでの間にでね、もう帰りたいとかって、東京に帰りたいなんて言って、こうなんだよ、なんだよなんて愚痴ってましたけど、たらその人がね、その人は随分長いことお母さん、実のお母さんのね、面倒を見て見とったんですけれども、多分いくつぐらいの時なんだろう、随分お母さんが60代ぐらいの時でもお亡くなりになってるから、もうね、はははなんて笑って、一言ね、贅沢な悩みだねって言われました。それは親がね、生きていてくれるからでの悩みだから、本当贅沢な悩みだよとかって言ってね、笑われちゃいましたけど、それ聞いて、ああ本当だね、そうだよねってその時も思ったんですけどね。もう本当に手術も無事成功しましたから、元の生活にちゃんと戻れるはずですよっていうことだったので、またね、母が元気に畑仕事したりね、楽しくね、ワイワイ一緒に美味しいもの食べたりね、もう何日かでまたそういう日常が戻ってくると思います。そういうわけでね、もうね、本当に今回は本当にね、もうくったくたになってるのにね、
やめることができないっていう状態で、昔の私はそうだったんですけどね。でもそれがそういうことがなくなったからうつも影を潜めてたんですけれども、さすがにね今回はやっぱり答えましたね。なんか糸が出てるまあまた母のことにしても私のね気分障害云々のことにしてもね、まあ母についてはね本人のちょっと了解も得ないとだし、本当にねもう説明受けてもう鳥肌が立つぐらい、なんてラッキーなのっていう感じだったんです。だから夫も一緒にね説明聞いたんですけど、本人はもういないところで聞いたんですけれども、夫がね強情なだけじゃなくて強運なんだね、まあ強運ね、強運なんですねって先生に言って、先生が笑っておられましたけど、で本当にそうですよって、強運っていう強情っていうのはね先生ご存じないけど本当にそうです、本当に運がいいですっていう感じだったんでね、またお話できるようなら、どれだけ母がラッキーだったかっていうことをねご説明したいと思います。はい、そういうわけでようやくその駆け足状態からまたのんびりテクテク状態に戻れたので、またのほほんと楽しく明るくやっていきたいと思います。以上です。はい、これ似合わないでしょう、帽子がね、これでもハンチング帽になってるでしょ。はい、これもねこのまた水引きのその手術前の毎日のように何か注文買ってた時にから水引きの違うの買ったんです。はい、以上です。おやすみなさい。